LMS8 階型蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の一形式である。ウィリアムスタニアが設計した車輪配置2から8から0の大型貨物用機関車で、1935年から1946年までに852両が製造された。LMS では、ミッドランド鉄道時代からのスモールエンジンポリシーを 引き継いだために、貨物の取扱量の増大に対処できずに苦しんでいた。当時の LMS は、出力では見劣りのする LMS ガラット級蒸機機関車と7階型を2両、補機に増結して対応した。8階の設計には、合系の2シリンダー配置が組み込まれている。最初は出力区分7階に分類されていたが、後に8階に変更された。イギリス陸軍省は、 208両の八回型を、ベイヤー・ピーコックとバルカン・ファウンドリーに製造させ、さらに51両を徴収した。第二次世界大戦の勃発時に、本形式は、第一次世界大戦における GCR-8K 型、蒸気機関車の役割をなぞる形で、国の標準貨物用機関車に選ばれた。陸軍省向けの八海型の生産は、安価な WD オーステリティ級蒸気機関車が、 導入された1943年まで続いた。イギリス国内向けの生産は1946年まで続いた。ありがとうございます。